みんな仕事で言うとはしょっちゃう時代になってきてるので、人生のその目覚めみたいな、ね、本質的なところを何なんだろうなって今回受けた人たちのアイデンティティがこう広がっていくみたいな、その間のこう文脈をつないでくれたり、はい、スイカに塩をかける感覚を大切にしているっていう例えをしてただこう結果を出すとかではなくって、手取り足取り全部の順番を教えたりとか、私たちが動いてるわけではないんですよね。本当にその短時間の中でそういうキーワード、その人のパッとこう拾ってそれを言語化して、こういうことだよねとか、本人が一気に走れるようになって、一緒に夢を見させてもらってる、夢を見せられる存在、元気を与えれる存在とか、もうその場だけじゃないですもんね、僕らのことが生きて頑張ってくれてるんで、そういう存在すごい強いな、お金をつけれないすごいものになるなっていうのを感じてます。何年後でも使えるが見れるって、はい、